浄化層本体合併処理浄化層の設置例浄化層とは、推薦式便所と連結して使用及び雑排水である。日本の現行法での浄化層とは合併処理浄化層のことを指すについては、みなし浄化層と分類している。また、浄化層の目的として、旧法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び、清掃法では、 汚水の衛生処理を目的としていたが、現法では、これと合わせて、環境保全についても、目的としている。小規模層の汚水処理は、沈殿による肩液分離機能と、嫌気性と好気性の微生物の浄化作用を、利用している。一方、中、大規模層では、汚水中に含まれる、固形分の、除砂機能と、流量調整機能、好気性の微生物の浄化作用を呼び、 沈殿による固い気分離を利用している。また、一部の浄化層では、ろ過及び、凝集による物理的処理及び、脱出機能を用いて、処理水質の高度化を図っているものもある。死尿と合わせて、雑排水を処理するもので、現行の法律で浄化層と定められているもの。BOD 除去率90%以上。 放流水の BOD 濃度 20mgL 以下であることが定められている。なお、小型合併処理場下層は昭和63年に構造基準に追加されたものである。過去には BOD 濃度 60mgL 以下 30mgL 以下のものの構造が定められていたが、平成18年2月の法律改正に伴い構造基準より削除された。また、 急構造基準時は、大型層に限られていた。また、設置地域の水質規制等により、より厳しい放流水の BOD 濃度や、BOD 以外の水質項目について、水質を求められる場合があり、性能として示されている、処理方式もある。なおこの場合、ろ過・凝集などの物理処理装置が、生物処理に付加して設置し、処理を行う。 処理方式として構造基準方式と性能表情方式に分類される。構造基準方式建築基準法の資料上仮想構造基準の改定時期により、旧構造基準、新構造基準に分類されるとして構造の一つの方法として分類されている。処理を構成する核単位装置は構造基準に定められた構造、容量、 名称のものを配置して層を構成している。主な処理方式として、小型合併状化層として、構造基準に追加して、定められているも。旧、旧構造基準時に、構造基準として定められていたもの。新、新構造基準として、構造基準に定められているもの。小規模層、小規模層の構造として、全処理装置の、嫌気路小層。 または、沈殿分離層を持ち、水処理装置の、接触バッキ層及び、沈殿層を持つ。バッキ層及び沈殿層より、おでい変装装置を持ち、水処理装置内で発生及び堆積したおでいを、全処理装置に戻す構造となっている。中期母層、中期母層の構造として、全処理装置に、沈殿分離層、または、流量調整層、 汚泥貯留層を持ち以降の処理装置は小規模と同様の装置を持つ。なお、旧構造の装置では、沈殿分離層、流量調整層を持たないものもある。大規模層大規模層の構造構造として、全処理装置に流量調整層、汚泥貯留層を持ち以降の処理装置は小規模と同様の装置を持つ。なお、旧構造の装置では、流量調整層、 お泥貯留層を持たないものもある。性能表情方式処理を構成する各単位装置を製造メーカーが独自に構造、容量、名称を設定し処理性能に関しての性能表情試験を行い認可、製造されているものとして定められていたものである。建築基準法の改定により製造、設置が可能になった。近年製造、 設置されている製品のほとんどは、性能表情方式によるものである。現在、性能表情の実施は、日本建築センターが行っている。処理方式の名称は、各製造メーカーが独自に定めているため、蒸気の名称とは、必ずしも一致しない。性能表情方式の層の総容量は、構造基準方式に比べ80から50%程度である。 派生型として高濃度対応型のものもある。小規模層前処理装置の沈殿分離機能の硬い液分離機能の向上を図るため、ろ過機能の向上、ピークカット流量調整機能を用いている。水処理装置に単体のプラスチックの艦隊やスポンジなどを充填し、罰気格反による生物処理を行っている。 表面積が大きいため付着生物量が多く、効率的な処理が行える。また、装置内には、静止部を設け、ろ過機能を合わせ持ち固い液分離を行う。処理に伴い発生するおでいは、静止部下部より、循環装置及びおでい移送装置により全処理装置へ移送、貯留する。また、バッキ装置にタイマーを設置し、自動運転にて、バッキと循環。 逆洗いと、おでい層の切り替えを行い処理性能を維持しているものもある。中規模層型液分離機能、または、流量調整機能と水処理装置を組み合わせ、処理装置を構成している。100人層程度までは、型液分離機能、それ以上は、流量調整機能を採用する場合が多い。大規模層流量調整機能と合わせて、水処理装置内の組み合わせとして、 活性汚泥液中膜を充填し、吸引ろ過により処理を行う。活性汚泥海分処理単体流動生物ろ過を組み合わせたものもある。また1、2については、処理工程中に消化脱窒槽を設置したものや、水処理薬剤を直接水処理装置内に添加することにより、処理性能の高度化を図っているものもある。なお、構造基準方式とは、思考。 維持管理、清掃の方法が異なるため、製造メーカーは、試行容量書、維持管理容量書を発行し、その実施方法を提示している。死尿のみを処理するもので、生物化学的酸素要求量除去率65%以上、放流水の BOD 濃度 90mgL 以下であることが定められている。平成13年4月1日以降の新設が禁止され、 平成18年2月の法律改正時に浄化層の定義が変更されたことに伴い構造基準より削除された。浄化層法上では浄化層とみなすと定義されている。なお、季節のみなし浄化層については下水道等の計画がない地区に設置されているものについては浄化層への転換を図ることを努力することが求められている。設置人層としては 2000人層までが構造基準で定められているが、大型層については腐敗型のものがほとんどである。急構造基準型型液分離装置の腐敗室と水処理装置の酸水路障及び平面酸化を持つ。抜気装置等の機械装置を持たないため容量が大きく取られている。腐敗処理を伴うため発生する周期の拡散と層内の通風を確保するため草と、 設置する。層の容量確保のために処理装置を深くするため、放流側にポンプを設置し放流する場合がある。型液分離装置の沈殿分離室と水処理装置の抜気室を呼び、沈殿室を持つ。水処理装置に抜気装置を設置し、常時抜気することにより処理の効率化を図り、装置の小型化に貢献している。なお、全抜気方式は、 沈殿分離室を持たない。旧構造基準の装置は、大型化への対応や、安定した処理水質の維持、使用ピーク時の対応が難しい状況があった。また処理に伴い周期が発散する状況があったため、処理の安定化と処理規模の大型化への対応を含めた構造基準の改定が行われた。新構造基準型型,型液分離装置の 沈殿分離室と水処理装置の、バッキ質を呼び、接触バッキ質を呼び、沈殿室を持つ。なお、沈殿分離室容量は、急構造基準のものに比べ大きく設定している。水処理装置の、接触バッキは、バッキ内に、接触剤を充填し、生物膜を形成し、処理を行っているの分離バッキ方式のバッキに、比べ小型である。 近年製造されるもののほとんどがプラスチック製等の材質で一体形成されるを配置し貼り合わせ成形する。成形方法はスプレーアップ式かプレス式で行われている。大型層については FRP の艦隊に内部装置を配置した構造となっている。また大型層や急構造基準で製造された酸水路障平面酸化については RC 性のものがある。近年ではボックスカルバートで施行されているものがある。処理能力の単位で何人用のものかを示す。最小のものは5人層であり、を標準としている。設置する浄化層の一層を決定する方法として、実質規格により建築物の用途や、 床面積ごとの一層の算出方法や、用途ごとの床面積あたりの水量や、流入 b o d 濃度が定められている。ただし、必ずしも JIS の算定方法と実体の流入状況が一致するものではなく、使用実態として一人あたりの使用水量が、設計より多い場合や、設置人層より、使用人員が多い場合や少ない場合及び、高濃度水が流入する場合など、 水質の維持が困難な事例が見受けられる。このため実 i では、例外事項を設け、類似施設及び実際の使用状況を考慮した設計ができることとなっている。なお、規模の大、中、小として、と一般的には分類している。2020年3月末時点での設置機数は、約757万機で、設置機数のうち50.5%が、 合併上化層である。設置人層別としては20人層以下のものが90%を占める。また、構造別としては、旧構造基準のものが約91万基を占め、近年に急速に普及していることが伺える状況である。ただし、設置機数については、設置の状況が明確ではなく、設置数の信憑性については不明である。なお、 設置数は近年減少傾向にある。ピーク時の設置機数は890万機である。標準的な施行方法として、埋設設置で行われている。家庭用の場合、乗用車1台程度の面積を要するため、近年の施行場所は、家庭の表側に施行される例が多い。家庭より排出する汚水をすべて処理するために管路が、 長くなるので埋設位置が深くなり放流先がそうより高くなる傾向にあるため放流ポンプを設置し放流する事例が多くなっている。また、埋め立て地、岩盤、湧水発生地等の埋設が不可能な場所の場合、および仮設の場合埋設が困難であることと、後期の短縮のため半地下設置および地上設置が行われる。この場合、 自然勾配での流入が不可能なため、配管経路中及び装直前に、中継ポンプ層や減水ポンプ層を設置、層へ汚水を流入させる。ただし、設置状況により高所作業となる場合の足場、柵などの高所作業対策、及び低温対策が必要となる。なお、施工については、専門の知識を持った者が施工することが、 定められているが法的罰則はなく、努力目標である。定められた期間に一度以上、機器の調整点検、水質検査や消毒剤、水処理薬剤の補充、害虫駆除等を定期的に実施することが、定められている。点検の実施頻度は、構造基準型については、毎年1回以上と定めているにより、実施する回数を定めている。 性能表情型については維持管理要領に定めている。点検方法はその構造ごとに異なる。実施にあたっては技術上の基準に基づき実施することが定められているため専門の知識を有する者に委託することが求められている。浄化層の管理を業とする個人及び法人は管轄する行政庁に登録することが条例により求められている。 また、大規模層については、水質を濁防止法の特定施設に定められているため技術管理者の設置が求められている。保守点検作業では、設置機器の調整や軽微な部品交換、制御装置の調整、消毒剤、水処理薬剤の補充、害虫の駆除、おでいの移送及び変装、清掃時期の判断等を行う。 浄化層に流入及び処理に伴い発生した、おで等の引き出し、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄などの作業の行為。法律に基づき毎年1回以上実施することが定められている。なお、全抜け方式は6ヶ月に1回以上と定められている。中、大規模層の場合発生する、おで量と貯留機能の容量により、 法律の回数に関わらず清掃を行う必要がある。なお、性能表情型の場合、維持管理要領書に、清掃の頻度を定めている。処理性能の高度化により予定発生量が増える傾向にあるため、清掃の頻度、量については、構造基準型に比べ多く設定する必要がある。清掃により発生する予定は、一般廃棄物に分類され、 設置地域の自治体の処理計画に基づき収集、処理されている。保守点検とは別に、都道府県知事が指定した検査機関による水質に関する法定検査が定められ、受検することを浄化層の設置者及び管理者に義務付けている。検査機関は各県一及び複数が指定され、定められた内容に基づき検査を実施している。なお、 11条検査の受検状況については思わしくない状況である。法律の改正により、行政機関により設置者、または管理者に受検に対して助言、勧告、命令を出すことができるようになり、命令に従わない場合、行政処分が課せられる場合がある。流入する汚水は主に生活系の排水であるため、施行が正しく行われていれば、誤った使い方や、 設計した、能力以上の水量、濃度での流入がなく、適正な維持管理が行われていれば、概ね性能を満たすことができる。流入水量が、設計水量以内でも、ピーク水量が多い場合水質の維持が困難な場合がある。また、流入水量が著しく少ない場合、おでの解体による、透視度の低下や、処理水の PH 値の低下を招く場合がある。 機器の不備、維持管理が不十分な場合機能を発揮できない場合がある。そのため保守点検は使用開始前から行うこととされている。また速やかに機能を発揮させるためにシーリングを行うことが必要である。水量以外での機能障害で主に原因となるもの機器。 かける体の損傷による、障害層内に水及び汚物を貯留することにより、衛生害虫が発生する。その他分類として、衛生害虫に属さないものとして、水アブ等が発生する。水アブの幼虫は浄化層から配管を伝って便器に出てくることがあり、必要に応じて、駆除が必要となる。個人の浄化層の設置に際し、 設置費用の一部補助を行い設置を促す事業従来はみなし浄化層と浄化層の製品価格差を埋めるために事業を実施していたが法律改正によりみなし浄化層の設置ができなくなったため事業の目的をみなし浄化層から浄化層への転換を目的に補助を行う事業へと変更されたなお事業に合わせて みなし浄化槽の撤去費用を補助する事例もある。実施の有無や補助対象になる要件、補助額は自治体により異なる。なお、法律的には現在設置されているものがみなし浄化槽であっても、設置時の法律に基づき、設置届について受理されているため違法ではない。生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的に自治体主体で、 合併処理浄化層の整備及び管理を行う事業である。環境省所管の国庫補助事業であり、特定地域生活排水処理事業とも言う。類似事業に国庫補助金を使用せずに自治体の単独事業として実施する個別排水処理事業がある。実施状況は自治体により異なる。この事業についての浄化層設置者及び管理者は自治体。 または管理の委託を受けた者による。人口密集地区の汚水処理施設の整備は、公共下水道等の集合処理による整備が一般的であるが、人口密度が低い地域においては、費用対効果の面で個別処理が優位となることから、浄化層を下水道と同等以上の性能を有すると位置づけ、合併処理浄化層により汚水処理事業を実施している。 近年では、整備期間が短いことから、効率的な整備の利点も謳われている。使用者の敷地内に自治体が、浄化槽を設置し、管理等についても自治体が行う。また、自治体が、使用者より、合併処理浄化槽使用料を徴収し、汚水処理費を賄う。高度処理浄化槽が設置される事例が多い。雑排水の適正処理を行うことを目的として、 合併浄化槽の開発が行われ、この処理システムについては、個別処理システムとして、海外へ技術移転が行われている。ただし、移転先の文化、水道の普及状況、技術者の能力など普及には、課題がある。ありがとうございます。